ったんですよね。そう、この辺り本当伊勢の森があって亀山があって四日市があるっていうね、うん、めちゃくちゃ三重県感があるんで、もう帰ってきた、もう実質これ帰ってきたようなもんでしょうね、なんですけど現実は遠いんだな。阿部駅まで行くバスなんかもあるんだ。バスは全部向こう側にバスターミナルができて向こうから行くようになったんですね。そこの早でも立派ね、すごいね。もう今回はおとなしくすぐ帰りましょう。まあ、この辺りも前は全然工事やっとったからなかったよね、こんな、うん、2017年にできて2019年に来たんだからまだ、そうか、2年か、ほんとできてすぐでしたもんね。もう言ってそこから5年経ちましたからね。今撮ったな、うん、ね、ここからファインと処方箋鶴博ルームとここからファインがこいつ同州してんの すごいな。で奥に中にローソンも入ってるんですね。はあ、どっちも完全処方箋ですね。はあ、ローソンは完全に中、病院の中なのか、ちょっと完全に中にローソンが入ってある、あの県立総合医療センターみたいな感じですね、ここは私立ですけど、あの三重県のね、あの四日市にあるね、日中にあるあんな感じなのかな。さあとりあえずここからまた次がその元山、長門元山でしたっけ。そっから先もめちゃくちゃあるんでね、今度日本海側の全く反対側の長門市行かないといけませんけど、上から長門って地味にえぐい距離があるみたいですからね。うちも引用連絡、まあね、あの山陰から山陽の2年渡るのを引用連絡って言って、電車では行ったことないですけど、岡山から鳥取に抜ける引用連絡を車で走ったことあるんですけどね、めっちゃくちゃ大変でしたもんね。くっそ疲れましたもんね。渚になったりウェイって言っとったら、あれちょっと上げたっけ、ね、ウェイジって動画上げたのがあったと思いますけど、鳥取砂丘何回か3回ぐらい行ってるんで、その度にねあそこに絶望してましたけど、でも本当綺麗になってよかった。なんかこうするとなんか、あ、これからあなんか、ね、駅ができてなんか発展していくんやなって感じが見えますもんね。よかったよかった、うん、前来た時はまだ全然さらっちだったんでね、本当にどうなるんやろうっていう感じでしたけど、鳴らすやつもないか、これも取ればいいのか、会員だって大丈夫でしょ。まあまあまあ切符は持ってるんで問題ないはずです。よいしょ、はあ、今日あ本当に秋亀山に関してはこれだけしに来ただけですからね。はあ、すげえな。でもいいもの見えた。朝市民病院、なんか朝市みたいな感じですよね、こんな広島市です、はあ、行ってたらいいか。
しぶりにまた戻ってきましたね。横川か、まで来ましたよと。久しぶりにまたこっち来たな。完全に寝落ちしてましたね。早く寝過ごしていっちゃうところでした。広島まで行って直通してますもんね。まあまあ広島行ったところであれなんですけどね。この大ソネットを見ると、あ、横川に来たなっていう気分なのはなんででしょうね。よし、とりあえずここから岩国まで遠いな。14時50分やろ。はかんのか。トイレ一回行ってこようかな。雨が結構降ったんだね。あ、そうだ、ちなみにね、現金縛りのところの話そこに出ましたけど、一応今のところ4700円ぐらいだったかな、金額出しておきますけど、ぐらい、4になってますね。まあ半分ぐらいか、1万円縛りって言っとったんで、まあうち2000円がチャージなんでね、まあ実際現金として使って、いるのは2500円ぐらいですね。まあ土産物とかほぼほぼこう得たてものあれですよね。そう、まあ現金使う、まあ以外のね支払いを使ってるんで、意外となんとかなってますね、今のところは。まあ、こっからですよね。山陰の方に行った時にどうなるかですね。